余震がもうずっと続いてますので、そうですね。まあ、自宅よりかは車の中に、万が一大きい地震があっても、まあ、すぐ逃げられるような形で、車で、はい。何が？みんな近所持っていけば、うん。なんか今、うん、それだけけどみんなこう知り合いだと、はい、ちょっと知らない人が入ってきてもすぐ分かっちゃいそうです、うん、ですね。高台の方に、ここは今海抜3メートルなので、まあそうですね、また大きな地震がいつ来るか分からないっていう点もありますし、まあやはり、まあ、もちろんこの家もあの大きな地震が来れば、はい、もう倒壊はするので、そこら辺はやっぱりもうあの安全を考えて、はい、ちょっと朝もう一回確認しておかないと、なんかちょっと品数はやっぱ少ないから、まあ氷点下のあの寒さの中外で寝るよりかは、まあまだ快適かなっていうのはあります。自分の自由が利くので、向こうの避難所へ行くと避難所のルールに合わせていなければならないんで、ここはあの自由に動けるのと、あの少しは品物あの荷物片付けられるんです。あのスペースがあるの で、ね、なんとかあの取り出せる荷物をその倉庫に入れたいので、あのいます、ここに。正直言って辛いです。辛いですけど、まあ、さっき言ったように荷物の片付けができたりするんで、ここにいようと思ってますけど、どうしても辛くなったら避難所の方お世話になろうと思ってます。